生まれたいかなる刹那も戦いの中にいた。信長にとって戦場はまさに揺りかご。すべてのことは戦から生まれた。信長は紛れ者、戦の子であった。パチンコ戦の子リリース記念、3分でわかる戦の子キャラクター紹介。今回はキャラクターの紹介をしていきたいと思います。それでは初めに信長陣営の5人から。全てこの一戦にかける。問題を起こしてばかりの主人公吉報氏、後の織田信長。元服前の吉報氏は大人も手を焼く天下一の悪ガキ。しかしこの表向きの姿は敵を欺くための姿であり、実は誰よりも鋭い先見の明とカリスマ性を持ち合わせています。今こそ血の滲む鍛錬の成果を見せるのだ。信長陣営の愛されキャラ犬丸。いじられキャラとは裏腹に天候を読む能力と地理地形の知識が豊富であり、信長の戦を助けます。わしの鉄砲なら百発百中じゃ。日本一の鉄砲鍛冶師銀太。半年で500丁もの鉄砲を用意しろという信長の無理難題をこなした天才。戦場でも持ち前の技術で活躍します。その力を見せてみよう。信長に何番の知恵を授けし男シスコ。知識を与えるだけでなく敵を欺きながら共に行動もする信長の心強い味方です。死ぬ準備より戦う準備よ。物語のヒロイン生駒るい。信長からの信頼も厚い幼なじみです。可愛らしい顔に似合わず戦闘も行うなどアクティブな一面も。ここからは信長と対立する魅力的なキャラクターを4名紹介します。好みは常に戦場にあり。物語のラスボス今川義元。織田家から名古屋城奪還を企む今川家当主。歴史上でも有名な桶狭間の戦いを信長と繰り広げた大名です。かごってこい。奴隷売買を家業とする海賊の頭鬼源太。物語では信長を捕らえ身代金を手にすることに成功。飲めやダイヤのどんちゃん騒ぎで祝杯をあげますが、その背後には忍び込む吉報氏の影が。おう、それ見よ。南蛮の海賊船船長ジョゼ。天下を与える秘跡光の天を今川のもとへ運ぶ役目を負っていましたが、信長に騙され奴隷商を装った信長陣営を船に乗せ出航。秘跡を狙う信長陣営と戦場で開戦しましたが。面白そうな婿殿じゃな。美濃のマムシとの異名を持つ男斎藤道さん。信長の正妻胡蝶の父にあたりますが、信秀の死によって今まで組んでいた同盟を結び続けるか悩んでしまいます。さて信長は道さんに認めてもらい同盟を築き続けることができるのでしょうか。今回は主なキャラクターを紹介させていただきましたが、他にも戦の子には魅力的なキャラクターがたくさん現れます。ぜひ原作コミックやパチンコでチェックしてみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。